四匹新社は奈良時代の女性、大和国有致軍の人。先祖の四匹福王は白月の絵の戦いの際に、九だらから和国へ亡命した、都来人であり、日本初期巻、第27によれば、天智天皇4年8月に、同じくくだらの維新で、達し卒の奥礼福留と共に、筑紫国に王の炎上の二つの古代山城を築き、 ダ宰イフの背後と南部の稽古を固めている。俗日本気巻、第9によると、一族の四飛中優には、人気元年に、C の連の姿勢が賜物もの組みされており、同館第27では、天平神後2年3月に四飛コ盛にも、同じ姿勢が与えられている。また、福雲の四畑安も、初期の金明天皇31年4月に、 高栗施設の歓迎の使者として派遣された山和の綾氏名をぬかじの名が見えるところから同じくトライ人系の山和の綾氏の氏族であろうと思われる。俗に本気巻き第六の語るところによると新社は氏名を畑康の妻で修徒や修徒目に仕えて高校者として名が知られていた。夫の亡き後も積年の志を守り、 自分が産んだ幼子と見かけの子も含めた8人の子供を引き連れ、無やするのに区別がなかった。宗徒や宗徒目に仕えて、自ら婦人としての礼を尽くしたため、ざとに感嘆された。和道7年11月、元明天皇はこれを表彰し、終身租税の負担を免除した、という。この時代、好順であることは表彰されるべきことであり。 文武天皇の御事のりによると、祖祖父から矢者後に至るまで、累大高校を尽くす一家の全員の不役を免除し、家の門や里の入り口に立てた手札を立てて掲示し、吉家とするということになっていた。これは、不役令17の孔子順孫状により規定されたものでもある。ありがとうございます。